人と江戸サポね10万人記念 T シャツ販売開始しました。限定デザインとなっており、サイズは S から XXL まで用意しています。詳細は概要欄をチェック。僕も乗ってるよ。ボートアルバイターしとくん。ボートアルバイターしとくん。この動画はデータや理論を使って本当にボートで食っていけるのかを検証する動画である。はい、どうもおはようございます。しとでございます。本日はですね、ボートアルバイターしとくんやっていきたいと思います。ここまでの結果、マイナス16万5千円かな。非常に厳しい状況に追い込まれております。今日 G1 優勝戦というところで、まず今日はね、若松12レースやっていきたいと思います。少しでも取り返して、言うて16万5千円のマイナスなんで、なんとかならないこともないんですよ。一回当たればね。なんでちょっとこの若松、しっかり当てて、久々に回収していきたいと思います。はい、ということで若松12レース予想していきたいと思います。羽野くんの陰線で今展示終わったんですけれども、羽野くんはね、今節モーターも非常に出ているというところで、1号艇ここは逃げから考えていいんじゃないかというふうに思っております。この企画はね、基本的にインが相当不安じゃない限り基本はインから買うっていうのを徹底してますから。でね、今展示終わったんですが、井口選手3号艇3コース3カドでございます。もう3カドになると結構ね、3がまくるみたいな感じの展開予想される方多いと思うんですけど、セオリーはイン逃げです。3カドは3カドになりますと、壁ができるわけですよ、3号艇のね。で2もやっぱりまくってくるというのも分かって、スタート後手に回れないのもあるし、相当伸びがある選手じゃない限り基本的には3が壁になってインが逃げるというのがセオリーで、稀に起こりうるのが2パターン。3が伸びきってまくりきってしまうパターンね。でもこれは結構伸びてないといけないし、2が遅れてないといけなかったりとか、いろいろ条件があるんですけど、これは結構薄いですね。でもう1個のパターンは割と起こりやすいんですけど、3がどか遅れする、3カドっていうね、ちょっと普段やってない人だと、起こすタイミングをミスって、遅れちゃうと、伸びきらずに4に叩かれちゃうなんてこともあるので、ポイントとしてはそれ井口さんがどっちなのかっていうとこですね。ただ僕は井口さん、3カドもやったことあるでしょうし、当たり前だから。その上スタート後者ですし、実力者ですから、そう考えると単に4がやりづらくなっただけのレースかなと。だから4が切れるかなというとこですね、2着からは。でやはり外枠が相当厳しくなりますね、3カドになった瞬間に。なので僕は基本的には1からの23で4を買うか買わないか、基本買わない方向でみたいなところで、ちょっとオッズを見て予想していきたいと思います。はい、ということでですね、そろそろ予想を固めていきたいというとこなんですけども、僕ね、これね、13しかねえだろって思ったんですよ。1本でいきます。13に10万。もうこれでいいな。やっぱ一撃回収、狙っていくためにも、131本で10万いきたいと思います。はい、なりました。とりあえずこれでいこう。いらっしゃいませー。さあ、ということで、若松12レース優勝戦、行ってみたいと思います。ということで、枠なりの2対4、井口さん3カドは展示通りでございます。頼む、ちょっとこれは結構自信あるんよ。なんか最初はふわっとしてたけど、考えれば考えるほど3の付け前で新田さんが厳しいということだけは見えてきたので、さあ行ってみよう。井口さん大丈夫だよね、遅れはないよね、大丈夫だな。よし、とりあえず入った。壁は果たしている。で外もケアしながら内も潰して、外前、うわー流れたっていうか5ですか。マジなんでそんなに。でもこれまだあるな、まだある。いやないか、ないのってか、何これ 156? あダメだ、井口さん6着。うおー気持ち悪い。どちらにしても変えてないもんこれ。やっぱダメだ、負けのスパイラル入ってるもんこれ。これ結局さあれなんですよね。もうこっからちょっと長い言い訳タイム入りますよ。予想としては別に良かったと思うんですよ。うん、だから結局余裕があると、まあ、ワンチャンみたいな感じで1号とか16って変えるんですよ、優勝戦では。確か去年それで1号とかで取ったりで、よく変えましたね1号なんてあれでみたいな、節感見せたら逆に変えませんみたいなコメントとかを去年いただいてたんですよ、僕が。確か50万ぐらい払いました1号みたいなのあったんですけど、でもさ、何余裕がなくなってくるとやっぱ内側によるよね。当てに行くから1213だとかって言ってたもんね最初から。もうさすがにきついよこの企画、もうやめたい。はい、どうも。今日は、ボートレス大村 SG、ボートレスクラシックをやっていきたいと思います。ただ、今日ですね、3月16日というところで、実は初日です。この企画、G1SG の優勝戦を2連単で仕留めていこうじゃないかという企画だったんですけども、ちょっとね、スケジュールの都合上で当面優勝戦の日に僕がかけられないというのがありまして、このクラシックの初日、ドリーム戦をね、やっていこうというふうに思っております。で、今日考えてるのが、これオッズ次第は、俺3連単いきます。優勝戦だったら結構絞りやすいんだけど、素性がわかんないから、まあ、ちょっと3連単で広めに取りたいという気持ちもありまして、もしかしたら2連単にするかもしれないし、まあ、3連単でちょっとやってみるかもしれないというところで、ドリーム戦勝負してみたいと思います。よろしくどうぞ。はい、ということで予想していくんですけど、まあ、ゆきやさんの陰線ですよ、地元。まあ、ここ怪しいという人は多いと思うんですけれども、まあ、さすがに今ちょっとスタテ見た感じ、展示タイム見る感じは、まあまあ逃げてもいいかなと。で、モーターだけで言ったら、新田さんのモーターがいいんだよね。やっぱり456がよく見えたのは、そういう影響もあるかもしれない。浜ヶ谷さんかなり苦しいモーターだと思うんですよ。で、F 持ちでしょ。ここ怖いね。可動域が果たせるのかすごく怪しいらしい。浜野屋さんがへこむともう考えますわ。まあ、4が展開作っての外は考えたいね。で、前本さんの2、3着残しぐらいからちょっと予想を固めていきたいと思います。はい、ということでね、やはりごめんなさい、3連単でいきます。結局ですね、ちょっとやっぱオッズが落ちてきているので、予想自体はね、12525と1425にしました。で、125、ここ一撃回収できます。どちらかというと、4がいって展開作って5が絡む方を高くしました。まあ、125、15152を3万ずつ。で、152が30倍なので、ここやりすぎたね。適当に押しすぎたわ。ここ1万でよかった。ここ30倍残ってますんで、まあ、90万と。帯チャレみたいな状態になっちゃいましたけど、1、2個2個でくれば全回収。1、4でくればちょいプラみたいな感じ。ちょいプラというか、まあ、ちょい戻しみたいな感じかな。いらっしゃいませー。はい、ということで、やっていきたいと思います。これ負けると30万クラスのマイナスになるんで、もう嫌になっちゃうよね。で、ちょっと3連単に戻して、言うて4点しか買ってないんで、まあ、プラスになるところもあるけど、まあ、基本的には、でかいプラスにはならない。まあ、本線の14とかだとね。ただ、12だけはご勘弁してくださいというところで、さあ、行ってみよう。ごめん。もう本当に頼みます。そろそろ当てたい。もうだいぶ当たってない、この動画。もうエンディングですよ。このままだと。あ、どうも。新田さんあたりが攻めてくれる。よし、とりあえずちょっと、へこまないか。展開だけ作ってくんない？上行かない？差し構えだ。もう全然ダメ、これ。いや、ある！1号じゃないか？1号だよね。1号2だよね、俺買ったの。やばい！ 6 が来てるけど、いや、俺152だよね。ちょっと待って、152買ったよな。買ったな。ちょっと待って、本当に1号でお願いします。だったら、平本さん。おお！来たろ、これ。おい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 。あるよね。ほぼでき、いや、ダメ、そういうこと言うな。本当にダメ。こっちが高いんだっけ？どっちが高いんだっけ？ 125？ いや、絶対1号、絶対152の方が高えな。これ、ほぼ帯とか言ってたとこじゃないの？こっちが、2万。いや、違う、こっちが3万持ってます。終わったんじゃないこれ。いや、ちょっと本当にやめて、マジ。辻蔵さんじゃねえ。やばい、本当に。辻さんマジ本当にやめて。大丈夫よね。いや、まあ、本当に頼む、これ。頼むとかそういう、これ外れたらマジないぞ。ボートやめるわ。おい、おい、させ。あ、やばいじゃん、これもう。本当にお願いします。かけた。ちょっと本当にこれまずいかもしれない。結構やばい配当来るよ。帯って言ったもんね、俺。もう、本当に最後、つけまいとかやめて。よーし来てるーダンケシェン、もうやばい。はい、ということでエンディングです。あのね、スクショ出しましたよね。90万3000円バック。これ多分僕個人の最高記録です。これは嬉しいよ。神回って書いてもらっていいですか？帯回収って書いといてください。まあそんなことはいいとして、この企画としての収支、63万8000円だね。63万8000円のプラスでございます。この企画。ちょっと一旦この企画をお休みします。多分ね、G1 もそろそろ少しずつ本数減ってくると思うので、まあちょっと機会があればまたやりますけど、もうこれ勝ち逃げしたいんで、一旦また別の企画でお会いするかなというぐらいに考えておいてください。ちょっと棒でね、はい、もう気持ちよく戦わせてもらいましたので、ありがとうございました。またお会いしましょう。神回。